皆さんこんにちは。こんにちは。社長、ゴールデンウィークお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、関東でプライベート壮行会、はいはい、最高でしたね。最高でした。盛り上がりました。はい、はい、まあ、こちらの模様はまた別チャンネルで上がりますけれども、はい、SWKオフィシャルミーティングも含めですね、はい、5月2日3日と、はい、大変お客様集まっていただきまして、はい、いよいよ社長もゴールデンウィークも明けでしたけれども、そうですね、はい、お戻りいただきました。お疲れ様でした、はい、無事に。そうですね、来ております。はい、まあ、今回はあのセーフトスポーツで走ってはいただきましたけれども、はい、まあ、こちらはまあ展示というような感じで現地に置いておりましたが、はい、そうです、弊社の GRMN と思いきや、はい、あらですね、はい、これあのナンバー記憶にある方もいらっしゃると思うんですけど、そうですね、細かいところは見てないですね。いや、はい、以前の動画で社長、あの当社のナンバープレートの意味を語ったことがありましたね。あ、なるほど。あの SWK 関東進出計画の動画でスタッフを横に乗せて、はい、このナンバープレートはこういう、まあ、ランボルギーニも含めてですけどこういう意味があったと解説されてたことがありましたが、はい、ちょっと残念ながらそこは隠してるんですけど、はい、まあ、そこは隠さなくてもいいんじゃないですか。まあ隠さないでもいいですけど、はい、まあまあね、あの1じゃないんですよ、ね、あ、確かに久留米33まだあの、そうですね、合ってるんですけど、ナンバー変更したわけでもなく330なんですよ。330ですね、はい、実はですね、はい、販売車両の紹介が2つありまして、はい、販売車両、はい、はい、そのうちの、はい、第1号がこちらになります。こちらなんですね、はい、GRMN 弊社の GRMN ヤリスサーキットパッケージ の、はい、あのこちらのホワイトカラーなんですけども、はい、また別の車なんですこれ。これは当社の車両じゃないと。ないです。なるほど、はい、こちらが入荷いたしました。入荷いたしました、はい、はい、そうです、ワンオーナー車です。ワンオーナー車ですね、はい、走行距離1500キロになってます。同じカラー、はい、同じ車ナンバーで、ですね、いろんな偶然があってか重なってですね、重なって今回こういったご縁がですね、そのオーナー様ともちょっとご縁が以前からありましてですね、はい、まあ、トヨタのちょっと催しされる、イベントにもですねお会いしてお話をしたことがあるんですけども、はい、はい、ちょっと分け合って、はい、引き取りをさせていただくことになりました。なるほどですね、はい、だからお客様からまあ今回そうなんです、ご縁あってこういった流れになったということですね。そうです、はい、でちなみに福岡はですね、はい、あの GR の、空港あちらの方でですね、まあ、窓口が決まってるわけなんです、はい、まあ、九州はその福岡とあと熊本にある GR があるわけなんですけども、そちらの窓口でしかちょっと納車ができない、はい、購入できないっていうこちらの車でしたが、はい、ちなみに、こちらの話題が湧いてきたときに、まあ、販売の担当者が一緒だったわけなんですけども、あ、そうですね、空港店の、はいはい、この久留米管轄でじゃあ新車が何台出てるかっていうところを確かめたんですよ、はい、あ、福岡県この久留米にってことですね。そうです、はい、そうしましたら、まあ、パールホワイトが2台と、はい、あとは、1台、はい、っていうところで、もう記憶の中では、まあ、3台しかないというところで、あ、はい、まあ、パールホワイトの組みナンバーがたった2台ですよ、はい、ね、全国500台限定ですから。そうですね、そのうちの2台の1台がですね、はい、2台とも、はい、弊社にあるっていうのはそうですね、これはすごいご縁ですよね、はい、はい、はい、本当にその、はい、まあ、3分の2が、まあ、当社、はい、まあ、今回はですねこういった形でご縁あって、そうです、今弊社にあるということで、はい、こちら GRMN ヤリス、非常にあの話題となった、車両でございますけれども、こちらを販売させていただきます、はい、はい、ということですね、はい、ワンオーナー車、そうです、まあ、あの買おうと思っても買えなかった車両というところの中 で、はい、今回は当社から、まあ、この、まあ、中古車という形になりますが、はい、販売させていただくということでございます、はい、はい、もちろんですね、はい、車庫保管の車ですから雨にも濡れてないですし、はい、ただあの引き取りをさせていただくその日がですねちょっと少し小雨だったもんですから、はい、その時にまあ初めて、まあ、雨にはあんまり濡れてないかもしれないですけど、そうですね、はい、綺麗に仕上げております。はい、キッシャーもですね、ね、はい、まあ、本当あの見ていただければお分かりの通り、まあ、ツヤっとしたですね、はい、新車の状態をキープしておりますし、はい、まあ、基本的に街中乗りされてた車ですかね。そうですね、そうです、サーキット走行は、まあ、一度もスポーツ走行はされてない、はい、の超極上車になっております。そうですね、はい、はい、ですからまあ本当にこう車両を探し求められていた方には本当にこう朗報といいますか、そうですね、はい、買いたくても買えなかったこちらの GRMN ヤリスがなんと今買えるということでございますね、はい、まあ、お問い合わせ直接弊社の方にいただければですね、車両の方もございますし、今こちら今からですね弊社のまあ車両保管倉庫の方に運んで、まあ厳重保管、特別な倉庫に、はい、保管するわけなんですけども、
じゃあこれがもう2台のうちの1台の、ご案内、はい、ということだと、じゃあ2台目って胸膨らませますよね。そうですね、はい、まあ、これもっとすごいものがあるのかと、ね、まあ、我々のチャンネルでこういった車両ですね、はい、販売のお話をする機会というのはまあ滅多にないことでございますけれども、ね、じゃあもう1台、はい、期待が膨らむと思うんですけども、はい、そちらの車はまた次の動画で、次の動画でこれにつながるわけではなくて次の動画ということですね、はい、じゃあ第1弾ということですね、はい、かしこまりました、はい、それではまずこの GRMN ヤリス、まあ、ちょっとせっかくですので、ね、はい、映しておきましょう、はい、ですね、カーボンになっておりますね、綺麗に仕上げは行っておりますので状態は非常にいいですね。はい、これ私の貼ってもらえなかったなそうですね、確かに気を使っていただいたらかもしれないですね、はい、ですね、はい、まあ、基本的に何ら変わりないですね。そうですね、変わりないのと、あとこちらの専用パネルがですね、実はこの受注生産になってまして、車を購入した時にしか実は生産あの数の分だけしかやらないというところで、はい、まあ、あのナビを入れていただけますか、いただいたりとか、まあ、あのブースト、あの計器類を入れたりとかですね、はい、まあ、いろんな使い方ができるんですけども、まあ、後からこれが注文することができないということで、はい、まあ、弊社のヤリスもですね、このように注文を入れさせていただいて装着いたしております。はい、はい、一応走行距離もですね、はい、こちら1539キロということで、はい、まあ、今からちょっと若干あの若干の動かしてる間に数キロ変わる可能性はありますが、はい、その程度です、その程度ですね、はい、まあ、シートの状態もこちらもレカロット GR の専用シートが、はい、ついております。中も綺麗ですね、はい、はい、まあ、本当極上の車両ということで、極上の車両です、はい、はい、こちらの車両が、販売可能となりますので、まあ、価格含めてですね、詳しいご商談ご希望のお客様はぜひ、直接弊社店舗の方にお問い合わせ、スズキワークス久留米までお問い合わせいただければと思いますし、もしかすると、サムネ含めてですね、まあ、この車両を見て今日初めて動画を見ていただいているお客様もいらっしゃるかと思いますが、通常私たちはスイフトスポーツ等のですねカスタマイズパーツの販売等も行っておりますので、まあ、こういったスポーツタイプの車両もよく、扱わさせていただいておりますので、はい、まあ、何なりといろいろご相談に乗れるかと思いますし、何を隠そう我々もこの車所有しているということでございますし、はい、社長はその車でサーキットも走ってますので、はい、もちろんです、こちらですね、はい、はい、あのもう一台の弊社の車両でサーキットも走っているということでございますので、まあ、そういった情報も含め、いろいろお話も盛り上がるところがあるかと思います。ぜひこの YouTube きっかけで、ご興味あるお客様、スズキワークス久留米までお問い合わせいただければと思います、はい、そして第2弾の動画もお楽しみということですね、はい、はい、ぜひ次回の動画もご期待ください、はい、お願いします。ということで今日はこの辺でお別れです。さよなら。7月13、14日は毎年恒例の SWK レカロフェア開催です。シートご契約者様はショッピングローン12回払いまで金利手数料当社が負担いたします。取り付け工賃、シートレール半額、鈴木社以外の取り付けも可能です。たくさんのご来場お待ちしております。だから、ええな。去年もそれ見たな。